失礼します。よろしくお願いします。まあまあお互いに覚悟は必要だな。世界中のみんなが敵になっても俺だけは味方になってやれるかっていう気持ちに、この他者性を持ってる人が来たら力になってくれるんじゃないかな。どうもしゅんです。こんにちは。ということでですね、今回はセレブルックスさんという会社に来ています。今回ですね、面接企画なんですけども、実際に22卒で内定をされた方に面接をしていただきます。普段のセレブルックスさんの面接は1対1で行われることが多いんですけども、今回は動画の企画としてセレブルックスさんの役員の方3名に来ていただいて実際の面接をさせていただきます。ということで本日面接官をしていただくお三方です。自己紹介お願いします。はじめまして、こんにちは。セレブルックスでマーケティングの本部長を務めている今井真司でいます。よろしくお願いします。セレブリックスの北川です。取締役セールスカンパニー長を務めております。今日よろしくお願いします。松沢と申します。セレブリックスでは営業支援事業本部の本部長を務めています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、普段の内定者の方も3人に面接されるっていうことは一回もないと思うので、ちょっと緊張してそうなんですが、はい、お手柔らかにじゃなくても大丈夫なので本気で面接をしていただけたらなと思ってます。内定はもう決まってると思うんですけど、いいと思ったか良くないと思ったか、面接が終わった後にこちらの札の方を上げていただいて採用か不採用かっていうところを判断いただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにどういった事業をされてどういう会社かっていうところを松田さんにお伺いしてもいいですか。私セレブリックスは営業に特化した総合支援会社という立ち位置で事業を行っています。具体的には営業のアウトソーシング代行業務という形で、お客様の代わりにお客様の商品をお客様の営業先に代わりに営業するという事業を行っています。そして一方でお客様の営業組織をコンサルティングする、お客様の営業組織がより高いパフォーマンスが出せるようにするためのサポート、教育研修や仕組み作りという観点でお手伝いをしています。さらに最近では営業の DX 化に伴ったセールステックツールの開発や販売、こういったことも行いながら総合的にお客様の営業という業務をさらにより良くするためのお手伝いをしている会社になります。そのセレブリックスさんでどういう人を採用したいか、どういう人を求めてるかっていうところを北川さんにお聞きしてもいいですか。セレブリックスが学生に何を求めてるのかということで言えば、今のセレブリックスをよりレベルアップさせてくれる学生を求めています。レベルアップしてくれるためには、セレブリックスが目指す方向性とか、セレブリックスが大事にしていること、僕たちは人材ポリシーっていうものを持ってるんですけれども、これらに共感してくれるかどうかっていうことを見てますし、あとは能力とセンス、これは当然ながら僕らも基準があって、これに則ってるかどうかということを一つ見てます。あとは手を挙げることが好きかどうか、主体性ですね。主体性に絡んでで言うと、自分で意味付けする力があるかどうかっていうのをすごく大事にしてます。社会人になるといろんないいことも悪いことも苦しいことも辛いこともありますが、それをどう捉えて未来に生かしていけるかってことがすごく大事なので、まあ、そういったところを求めています。ありがとうございます、はい、ということで実際に内定者の方を呼んでこようと思います。はい、ということで本日はよろしくお願いします。お願いします。緊張しますか。すごく緊張しています。最終面接は1ヶ月前ぐらいに終わったんでしょう。そうですね、はい。ちなみにセレブリックスさんに入社しようと思った決め手は何ですか。決め手はやはり人でした。面接の過程で何回か面接重ねて人と会っていくうちに、皆さんが常に持たれている目標とかが自分の中にもすごい共感できる部分があったので、この人たちと一緒に働きたいなと私ながらですが思いました。役員の方への面接は1対1だったんですね。1対1でした。その時は余裕でしたか。いえ、すごく緊張してましたね、その時も。でも今日はどうですか。もっと緊張してますどんぐらい緊張してるとかってありますか。最終面接のバラメーターが100のうち50ぐらいだとしたら、もう120ぐらいのところです意気込みありますか。はい、最終面接を終えているんですけれども、より自分のことを表現できるように PR できるように頑張りたいと思います。じゃあいきますか。失礼します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。沼野さん。はい、沼野です。はい、どうぞお書きください。失礼します。はい、ではよろしくお願いします。面接始めさせていただきます。北川です。まずは簡単に自己紹介を沼野さんにお願いしたいと思ってます。お願いします。はい、早稲田大学商学部から来ました沼野智音と申します。大学では現在経済学のゼミに所属しておりまして、現在はコロナ禍における企業の多角化の影響について研究しております。学業以外では2つのアルバイトを掛け持ちしておりまして、どちらも相手の立場になってじっくり考えること、相手の真のニーズを引き出すことを念頭において取り組んでまいりました。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。早口になってるから全然普段通りでいいですよ。はい、今いくつかエピソード
どもお話しいただきましたけれども、沼野さんのことについて一つ知りたいことがあります、はい、沼野さんの性格の中で自分が好きな性格と嫌いな性格についてそれぞれ教えてもらえますか、エピソードを交えて。はい、ではいい方から、好きな性格からいきますと、私はよく人間観察をするんですが、人の行動をよく見る、人の行動をよく見て一歩先の行動を考えながら自分の行動を決めることができるというところが私は好きです、うん、もう一つ嫌いなところを先に述べますと、はい、周りと比較してしまって自分を過小評価してしまうっていう点が私は嫌いです。なるほど、一歩先を見る、具体的にどんな場面どんなシーンでそれをこう使ったり実行したりしてますか。はい、私は先ほど述べたように、うん、居酒屋の接客アルバイトをやっているんですけれども、うん、その中でホールの中で何人かと協力して仕事をするんですけれども、はい、その周りと協力する中でですね、相手が今取っている行動を観察しながら、次どのような、うん、どのような、そうですね、ちょっと失礼します。はい、失礼します。はい、バイトの中で私はリーダーのポジションをやっているんですけれども、うん、その中で指示を与える中でバイトの子の行動を観察して、今やっていることが終わったら次何を指示すればいいのかを考えてあげたり、あとその行動を決める際にお客様の行動、お客様の客席をよく観察して、その行動とマッチさせながら次どのようなものが欲しいと思われるかなとか、そういうのを考えながら、そうですね、一緒に働いているバイトの子とそのお客様の行動をマッチさせながら、常にその先の行動を考えながら指示を与えるようにしております。それはアルバイトのエピソードをお話しいただきましたけど、はい、アルバイト以外の面でも基本的にそのような意識で生活されてるんですか。はい、そのようにしております。なるほど、過小評価を自分がしてしまうという自分の嫌いな性格あったじゃないですか、はい、こことリンクするところもしかしたらなんかあるのかなっていう気もしたんですけど、過小評価するというのはそのようにね、相手のことを一歩先とか次の一手を読む私なのに、自分の何を過小評価してしまうのかなと思って。はい、そうですね、うん、私はまず自分の弱みとして自己主張があまりできないというところがあると思うんですけれども、はい、周りをよく観察する中で、うん、この子だったら何ができるかっていう、指示を与える子にできることをまずピックアップするんですけれども、はい、ピックアップすることはできても、うん、そのピックアップした内容が自分に全てできるかと言われるとできないんですよね、うん、だからこの子ができることを自分ができればいいのに、うん、自分ができるようになればもっと周りにかける負担も減るのにって考えると、うん、結構ネガティブな気持ちになってしまいます。指示する立場で、指示する立場でです。私ができればいいのにってなっちゃうんだ。はい、それはアルバイト以外の面でもそうなんですか。そうです。それは幼い頃から。そうですね、どんなシーンにおいてもそういう面が出ちゃう。はい、習い事においても、現在取り組んでるサークルにおいても同じように感じております。習い事は何やってたんですか。習い事は小さい頃からクラシックバレエをやっておりました。クラシックバレエの中でそれがどういうふうに出るんですか。はい、クラシックバレエの教室が一つなんですけれども、クラスが年代ごとに分かれておりまして、年代的に一番下のクラスにいたんですけれども、私としては一歩先のことをしたくて、もっと高いレベルのことをしたかったんですけれども、ね、好きなところだもんね、そういうところね、はい、そうです。なんですけれども、クラスっていう環境の都合で私には取り組むことができない内容だったので、はい、すごい悔しい思いをしておりました。休憩時間とかも一番下のクラスが休憩で上のクラスがレッスン中っていう時にも、ちょっと悔しいのが抑えられなかったので、そのレッスンの様子を伺いながら真似して地道に取り組んでおりました。なるほどね、はい、こういうことはできるなと自分で考えて、はい、今その22歳ですか。はい、自分の好きなところとか自分の嫌いなところとかの性格上変えていきたいっていう気持ちとか、好きなところはより大きくしたいみたいな気持ちもあると思うんですけど、それどのように取り組んでますか。好きなところはもっとこうしようとか、弱いところはどうカバーしようとか、どんな風にして意識されてますか。そうですね、まず好きなところはとことん伸ばしたいなって思っておりまして、やはりその周りを見ることができるからこそ、このアルバイトのやっていく中でもリーダーというポジションを任されたんだと思いますし、やはりその周りの性格いいところを見つけてそれを活用してうまく指示を与えるっていうのは社会人になってからも生かしていきたいと思っております。一方でその弱みですね、周りと比べてしまうことで過小評価してしまうっていうところではあまり気にしないようにしております。やはり自分ができないところは相手に任せればいいって振り切った方がいいところを伸ばそうっていう点においても邪魔をしないと思いますので、はい、
気にしないようにいいところを伸ばすことに力を今置いております。なるほど。それはいつ頃振り切るようにしたんですか？はい、やはりそのアルバイトの中で多かったんですけれども、その全て自分で やりたいっていう思いのせいで周りに迷惑をかけてしまったことがありまして、それはその自分の弱みを周りに伝えないで起こったこと、起こってしまったハプニングなんですけれども、やっぱりその時に上司の方から言われたのは、自分のできないことは相手に任せて自分のできることを率先してやればいいじゃないかっていうことがアドバイスとしていただいたので、その通りだなとすごく、はい、納得しました。沼野さんは人に相談をすることとかは得意ですか、不得意ですか？不得意な方だと思ってます。学校の友達から、仲いい友達から、そんなこと悩みすぎだよとか、なんで私に話さないのとか、考えすぎだよとか言われそうだよね。よく言われます。よく言われるんだ。やっぱりそういう風に見えてるんだっていう感じなのかな、沼野さんとしては。そうなんだと、はい。逆にこう責任感が強かったり、私こんなことを悩み相談しても相手に迷惑かなとか、なんかそこまで考えちゃうのかな。その通りです。そういう自分は変えたい、変えたくない？変えたいと思ってます。今取り組んでいることとして、直接相手に言うことはまだ難しいんですけれども、 SNS やちょっと恥ずかしいんですけど、日記とかを活用して自分の思っていることを吐き出す場所を作るようにしております。松田さん、今井さんが何かありますか？お見かけするにとっても責任感が強い方なんだなって思いましたし、向上心もすごくあられる方なんだろうなと思ったんですけど、そういう方って得てして自己主張を結構する方の方が多いなって思うんですよ。一方で沼野さんの場合って自己主張することあまり得意じゃないっていう話だったと思うんですけど、ご自分の中で自己主張が苦手な理由ってどんなところにあるって振り返ってお考えですか？はい、そうですね、私自身相手の、そうですね、関わる方の知見を取り入れて自分の視野を広げたいっていう思いが一番強いところがありまして、なので自分の意見を押し通すというよりは、相手のお話ですとか意見をよく聞いて視野を広げて、そうですね、自分の知らない世界をもっと知った上で自分の主張ができるようになれればなって思っているので、やはりまだ自分に足りないものが多いから自己主張できないっていうところが大きいと思います。そうすると、どちらかというと周りの目が気になるからという理由と、自分でやりたいみたいな気持ちで言うと、どっちかというと周りの目の方が気になるっていう感じ？そうですね、はい。それはやっぱり自信がなかったり完璧主義だったりするから、そこがやっぱり原因で気にしてるっていう感じなのかな？はい、おっしゃる通りです。よくわかりました、ありがとうございます。今はまだ緊張してる？少しほぐれてきました。ほぐれてきた、よかった。何も考えずにやんちゃしちゃいましたみたいなこととか、エピソードとかってあんまりないんだ？そうするとないですね。まず行動の前に考えるタイプだと。行動の前に考える、はい、なるほどね。友達にもそういう人が多いの？一緒にいる人、気が合う人っていうのは？そうですね、よく考えてから行動する子が多いです。同じグループ内とか、例えばアルバイトの今リーダーやってるけど、はい、そうじゃないタイプの後輩とか同僚もいるじゃないですか、はい、そういう人とこうコミュニケーションを取るとき、主張もできないんだとすれば、どのように伝えるようにしてるの？自分が動いてほしいように動いてもらうときに、どういうコミュニケーションの取り方するのかなと思って。そうですね、私自身はタイプが違う方と接するときにも、やはりまずいいところを見つけてから接したいなって思ってるんで。見つけてほしいわ俺も。そうですね、私の中のマイルールとして、1週間期間として1週間その方と付き合う中でいいところを3つ見つけようっていう心がけておりまして、はい、やっぱりそのいいところを見つけようとする中で共感しようっていう意思の部分が自分の中で働くと思ってるんですね。なのでその指示を与える時も、やはり誰々さんがこうやろうとすることは分かるんだけど、こういう点から見ればもっとこうした方がいいと思わないっていうふうに優しく提案することができるかな、言い方を変えることができるかなって思っているので。自己主張が苦手だっていう認識がある中で、どうして人に伝えることを生業とする営業職に興味を持ったの？居酒屋の接客のアルバイトの中で、グループチームとしてお客様により良いサービスを提供するっていうことは、すごいやはり私にとってもやりがいに感じるところがありまして、はい、そうですね、自分の考えでもっといいサービスを提供しようと考えることで、お客さんのその何ですかね、嬉しいお言葉とかその笑顔とかを見るのは、やはり、そうですね、この今まで生きてきた中でも、自分にとってすごいやりがいに感じる点だと思いますね。なんか僕と話したら急に緊張しだしたこっち向いちゃったからだと思います。
新しい親戚のおじさんが現れてきたみたいな、ね、ちなみに営業に興味を持ったきっかけ、居酒屋のアルバイトってお話だと思うんですけど、はい、もっとお客様にどういうことしたらお客様喜んでもらえるかなっていうことを作戦会議したり考えたりする瞬間が楽しいのか、はい、喜んでもらえたという結果をもらえた時に楽しいのかでいくと、どっちにテンション上がってる？それはもう結果です。結果が出た時です。ちなみに何て言われると嬉しい？居酒屋の営業で言いますと、その、うん、私がいる時にまた来たいなとか、うんうん、そうですね、私のおすすめ、うん、全部美味しかったよとか、うん、そういう、なんかそうですね、私が働きかけたことによって直に名前を出していただいて喜んでいただけた時が、お声掛けいただいた時が嬉しいです。そこに介在してたっていう証とか、そういうところに喜びとか安心を感じるのかな、うん、沼野さんがいてくれたから良かったよとか、うん、そうですね、そこにいたことを認めてもらえるっていうか、まあ、さっきなんか自己主張の話ありましたけど、自信がないって話だったじゃないですか、うん、だから多分怯えてるじゃないですけど、周りにどう見られてるか評価されるかっていうことをいつももしかしたら怯えてるのかもしれなくて、その中でお客様に沼野さんがやったことや提供したことっていうことがすごく良かったよっていうふうに言ってもらえると、もしかするとすごく安心するのかもしれないね。あ、そうですね、根本認めてほしい。そうそう、承認欲求は強いよね。そうだと思います、うん、はい、向上心もあるから、かつこう幼い頃からの経験の中で、こうやったら人傷つけちゃうんだとか、ダメな評価されちゃうんだとか、多分そういったことの経験があって敏感にもなってるし、はい、そういったことがベースになってるから、常に自分がどう映ってるのかを見ながら、でもやっぱり求められたい、認めてほしいっていう気持ちが強いんで、それをこう意識して行動ができてるんだろうなっていう気がしますよね、話を聞いてて。裏返しだよね。今まで振り返ると認められてきました？そうですね、友人からは結構認められてきたんですけれども、うん、親から認められることがなかなか難しかったです。それはお父さんの方の基準が高かったって感じかな？そうですね、はい。なるほど。どんなことに、どんなことをコメントくるの、お父さんお母さんは？友人との関係で少しトラブルがあったことがあるんですけれども、うんうん、あまり考えないで行動ですとか、言葉を発してしまう時があって、沼野さんが、はい、うん、そう、小学校ぐらいの頃なんですけれども、うん、その際にすごく怒られまして、やっぱり 何も考えないで行動するんじゃないっていうことを言われました。その自分が発した言葉で相手がどう思うのかって考えたことないのっていうのがすごく胸に刺さって、うん、今でも。結構強烈な体験だった？はい、すごくそれお父さんからお母さんから言われたその瞬間の絵って頭の中に記憶としてありますか？はい、あります。人の判断基準って中学校までに起きた強烈な出来事を基準にすることが多いらしいので、ね、だから多分親から認められないとか、認められたいっていう気持ちが認められたいとか、うん、失敗したくないとか、そういう気持ちになると思うし、はい、さっき話をしていた考えてから行動するっていうところも、その時に言われた強烈な体験が引っかかっていて、考えてから行動しないと認められないっていうところが、もしかしたらトリガーに、ね、トリガーになってるよね、うん、はい、うん、ちょうど営業とか自己主張って話があったので、僕聞きたいことがあったので質問させていただきたいんですけれども、はい、営業だからさ、当然商品やサービスを提案をするっていうところがベースになるわけですが、当然沼野さんが提案してくれたからという形でお客様に選ばれて受注をするとか契約になるっていうことはあるわけだし、そこに営業のやりがいがあるわけだよね。もし沼野さん自身を商品として見立てた場合ね、セレブリックスという会社に沼野さんを採用した方がいいですよって営業するとしたら、どんなことを推してくれますか？はい、うん、私自身、今までの経験上、相手の話をじっくり聞いて、相手が本当に求めているのは何かということを探るように意識してまいりました、うん、はい、ですので、その営業する上でも、やはりそのお客様が本当に求めているものは何かっていうニーズの発見と、あとこちらから提供できることは何か、サービスもそうですが、そうですね、それを伝える際に、そのサービスの良さだけでなくて、実際にお客様が使うことによってもっと便利な世の中ができるんじゃないかな、暮らしやすい世の中ができるんじゃないかなっていうことにつなげることができると思っています、うん、ちなみにじっくり話を聞いて、お客様の求めるサービスを私なら提供できると思いますっていうのがまとめるとアピールポイントっていう理解で間違いない？はい。どうしてセレブリックスがそれを求めてると思った？そうですね、説明会の際にお伺いしたように、うん、営業といえばセレブリックスというように、うん、その営業という人材はどの会社においても、うん、顧客、新規顧客だけでなくて、うん、既存の顧客様、お客様とより良い関係を築くために、うん、やはりどの会社においても重要な役割を果たしていると思うんですけれども、そのどの会社にも存在している営業のプロフェッショナルになる
を目指しているセレブリックスだからこそ、うん、そのそうですね、変にまとめようとしなくていいですよ。思った通り近所のおじさんに話しかける感じで、近所のおじさんに話しかけないか自然な感じでアピールしようとか評価されようと思わなくていいです。あ、はい、わかりました。アピールしろって言っときながらちょっとすいません、あれなんですけど、マッチそうだなって思うところをね。はい、そうですね、やはりその営業のプロフェッショナルということでを目指しているということで、はい、やはりその営業に欠かせないのが提案力もそうなんですけれども、やはり聞く力だと思っております。そうですね、こちらから どれだけいいサービスを提案するとしても、やはりそのお客様が求めているものと違っていればズレが生じてしまえば、そのサービスの価値というのも、ものも伝わらないですし、その価値が低下し下がってしまうとも考えております。なのでまずサービスの提案というよりも、お客様が何を求めているのかで、求めているってしっかりと提示明示してなくても、求めていそうだなっていうその想像力が必要だと思っておりますので、その聞く力に付随して、その相手が求めていることを聞いて想像するっていう力は、うんうん、私に備えられたその営業で活かせる力だと思っております。うんうん、はい、ありがとうございます。僕もそう思います、はい、セレブリックスのイメージってどんなイメージですか？一つがまず言葉をすごい大切にされるというイメージ、言葉を大切にされる社員様が多いというところです。二つ目がそうですね、個の成長をすごい伸ばそうという意欲が強いなというふうにイメージを持ってます。ちなみに営業という仕事に対するイメージってどんなイメージですか？そうですね、伝えるお仕事だと思いますし、うん、信頼関係によって、うん、そうですね、持続、うん、信頼関係できているお仕事だと思ってます、うん、はい。自分の持っている性格とか性質と営業って仕事合うと思う？はい、合うと思ってます。それは被るところあるかもしれないけど、どんなところ？そうですね、やはりその先ほどもちょっと申し上げましたが、うん、一歩先のことを考えるっていうところで、うんうん、私の想像力と聞く力が生かされると思っておりまして、うんうん、その一歩先のお客様の期待以上の価値を常に提供し続けることによって、うんうん、やはりまた任せたいなって思ってもらったりできると思ってもありますし、うん、その実際のアルバイトの中でもそういうお声をいただいたので、うん、やはり、はい、活かせると思っております。苦手な領域というか、自分の嫌いなところの領域で自己主張できないところというところがあったりするじゃない、はい、営業やっててお客様が間違ってるなとか、それは違うんじゃないとか、だって買おうと思ってたら買ってるじゃんお客さん、それか問い合わせしてきてくれてるじゃん。だから僕らが営業するっていうことは、買おうと思っていない人にコミュニケーションを取るわけでしょ。そこは自分が自己主張できないっていうところは殻破れそうとか不安とかないの？そうですね、難しいとは思っておりますが、いやでもできると思ってますって言いますのも、うん、やはりその想像力を働かせれば、うん、そのそうですね、ちょっとまた新しくなっちゃうんですけども、うん、考えを順序立てて考えることが私は好きで、うん、その相手が必要としていることを前提として、うん、じゃあ何がどうあれば必要となるのかなっていうことを考えますし、うん、そうですね、それを考えた上でどういう言葉を使えば相手に伝わるかっていうことも考えることができるので、はい、できるとは思ってます。逆算思考と伝え方の工夫で解決しますってことは、はい、いいんじゃない？なるほど。ちなみに今お話の中で出てきた考えるっていう力について聞きたいんですけど、お話を伺っていると、話の内容がどちらかというと相手の気持ちとか感情、いわゆる情理を考えるっていうこととか察する力はすごく高いなと思ったんですけど、一方で論理を考えるみたいなところって得意不得意でいうとどうですか？そうですね、得意ではあると思います。得意では、はい、それはどんな理由で得意だって思います？今まで大学に限らず学校などで学んでいく中で、ポンと出されたものをそのまま覚えるんじゃなくて、流れで覚えること、ストーリーを大事にしていたんですけれども、やはりその中で頭の中で論理展開してストーリーを自分の中に落とし入れるということを習慣としてましたので、うん、はい、そのようにと思います。最後に私が一つだけ質問させてください。事前にご覧いただいていると思いますが、セレブリックスには行動規範としてセレブリックスプライドというものを設定しています。あの8つあるテーマの中で一つずつ選んでいただきたいんですけど、沼野さんが一番共感できるとか自分らしく発揮できそうなテーマと、一番発揮しづらいなとか、納得理解はするけど自分が体現するってなったら一番体現しづらいかもなと思うもの、それぞれ一つずつ教えていただいてもいいですか？そうですね、うん、一番共感できる、体現できると考えているのは、他者への想像力です、う
で一方で一番難しいんじゃないかなというふうに考えているのは踏み込む力というところです、うん、想定通りだ、はい、この2つを選ばれた理由について先ほどお話ししたエピソードがほぼここを網羅してるかなという気がしますが、うんはい、プラスアルファで何か補足でお伝えいただけることがあればぜひ伝えていただきたいと思いますがどうですか。少し重複してしまうんですけれども、うん、他者への想像力っていうところではそうですね、相手のニーズっていうところでもそうなんですけれども私がどのような行動をしたこと私が取った行動によってお客様がどんな表情をするのかっていうことを常に頭に入れております。なので営業においても相手が笑顔になるようなサービスの提供ですとかサービス以外でも自分自身を好きになってもらえるように、取り組んでいきたいと努めてまいりたいと思っております。ありがとうございます。踏み込む力結構うちのお仕事だとめちゃくちゃ重要なスキルになりますがこれから取り組んでいく中でこの部分って改善して成長して本当にお客さんのことを思うからこそ本気で一歩踏み込んで間違ってることを間違ってると言えるとか正しいと思うことを正しいと言えるっていうことってできるようになりそうですか。はい、なると思います。理由といたしましては自分にかねてより身についているその周りの観察力っていうところがありますので踏み込む力が強い同僚ですとか上司の方の行動を見て自分に取り込めるところないかっていうのを頭の中で考えることによってそれで実際に行動に移すことによって改善できるとは考えております。ありがとうございます。それでは面接はこれにて終了とさせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで今回面接を3方にしていただいたので会社としてというよりは皆さん個人として一緒に働きたいと思ったかどうかっていうところを判断いただけたらなと思ってます。ということで札の方お願いします。せーの、おー、今井さん×北川さん丸松田さん×ということでまず丸の北川さんからいただいてもいいですか。僕が個人的に一緒に働きたいなというふうに思ったのは働きたいと思ったより応援したいと思ったんですね。心を動かされたというところが一つあります。沼野さんを例えるなら青い炎って感じで自分の向上心や自分の強さとか結構我が強い部分もあると思うんですよ、内面的には。でもそれをあんまり表に出さないようにして結構向上心もあるしっていう、まあ、人なんだろうなっていう印象を僕は抱いたわけなんですけど何が足りないですかって言われれば自信と経験とスキルなんですよね。でもこの思考性の人この人柄の人に一発のスキルや経験を身につけられない上司ではいてはダメだなって面接をしながら僕は思ったんですよ。だからこの人を一人前に育ててみたいな育てられると思ったんでこの他者性を持ってる人だったら力になってくれるんじゃないかな成長できるように手伝いたいなと思ったんで僕は丸にしました。ポテンシャルを感じたっていうところですね。ありがとうございます。今井さんと松田さんにそれぞれこの面接で合格か合格じゃないかと言われたら合格じゃないっていう、ただ採用したいかとか一緒に働きたいかで言ったら実は働きたいんですよ。どういうことかっていうとちょっとこの時間だけではまだ判断できないなっていうふうに思いました。何が判断できないかというと一緒に働きたいかっていう意味では働きたいと思ったんですが沼野さんがセレブリックスに入った時に幸せになれるかはまだ判断ついてまだもっと沼野さんの考え方の基準だったりとか行動の基準だったりとかうまくいかなかった時にどういう行動を取るのかっていう風にそこをもう少し掘り下げさせてもらった時にカッコつけて言い方になっちゃうかもしれないけど世界中のみんなが敵になっても俺だけは味方になってやれるかっていう気持ちになるにはもう少しまだ会話が必要かなっていう風に思ったのでそこを判断させるためにもう一回お話しさせてっていう理由で今回はまだ丸じゃない。だけどお互いの幸せのために次回お話ししましょうっていうそういう感じかな。ありがとうございます。僕も今回は×にしました。理由はほぼ今井さんと一緒です。一緒に働きたいかどうかで言うととっても働きたいなって思いました。魅力的な方だなと思いましたし北川さんがおっしゃるポテンシャルもすごく感じました。ただ今回はと言われたら今回の中ではまだ判断がつかないなって思います。ほとんど今井さんが言ってくださった通りですが一部違うところがあるとすると自己主張ができなかったり踏み込む力というところについては僕は正直結構根深いなと思っていてこれなりの覚悟を持って社会に出ていったりこの職種と向き合っていかない限り今までずっと意識してきたし変えていきたいと思っていたけどまだ改善しきれていない沼野さんまだ弱い部分だからここをやるにはまあまあお互いに覚悟が必要だでその覚悟を見極める時間を次回もう一回話をしてちゃんと握った上で一緒に働く方法を出したいなというふうに思ったので今回は×にさせていただきました。
ところで一旦内定は保留ということで違う日記に俺たちの悪口書かない違う保留じゃないです良かったですということで最後に面接を受けた感想をちょっといただいてもいいですか正直にいいですよ今井さん×とか自分で自覚してる弱みがまだ改善して御社で役立てるっていうアピールがまだ足りないなっていうのと覚悟が足りてないのかな伝え方がまだ足りないのかなっていうのがすごいあって今後の課題となるなって思いましたし×をいただいたことでやる気がさらに出てきたのでもっと改善しなきゃなっていうふうに思いました今回面接していたお三方は今後上司になる可能性が高い方だと思うんですけど面接はある種の交渉の場だと思うので沼野さんから見たお三方は丸か×か誰の部下になりたいですかそれはちょっとそれは名前書きます僕たちは上司として大丈夫ですかっていう、はい丸ですありがとうございますフィードバックを今までの選考を重ねていく中でも自分が完璧に伝えることができてない中で拙い言葉の中で自分の性格をここまで読み取ってくれるんだなっていうところに感動しておりまして言葉を大事にするセレブリックスの皆さんってすごいなって思って尊敬の意味を込めて丸で今回沼野さんが現状では分からない部分とかがありつつももう一回会いたいとかっていうようなお判断だと思うんですけど、はい、もう一回会いたいなっていう学生とあもうこれでいいかなと思う学生の違いってありますか会いたいと思うか会いたいと思わないかでいくとセレブリックスという会社にマッチするかどうかっていうところとあとはその人自身に興味を持てたかどうかっていうところがすごく重要ですとそういった自分の魅力であったりとかマッチしてるかどうかっていったところを判断するために面接を受けていただく方がどんな気持ちで臨めばいいかというと評価されようとしないことありのままでいることもちろん配慮はしなければいけないですねお互い初めましてですからいきなりなんかお互いタメ語でっていうのはちょっとおかしいと思いますが人間としては対等なので会社に合うか合わないかっていうこれだけの話なので変に照れくだったりとか評価されようとしないで自分らしくありのままお話をいただけるのがよろしいんじゃないかなと思います、うんありのままであること飾らないことが皆さんができることとしてあると思いますということで来年入社した時にまた成長した姿を取材させていただけたらなと思ってますということで今回セレブリックスさんの面接を公開させていただいたんですけども下の概要欄からセレブリックスさんのインターンであったりとか会社の概要が見れるのでよかったら覗いてみてください皆さんの SNS も下の概要欄に貼ってあるのでよかったらフォローしてくださいということで本日は皆さんありがとうございましたありがとうございました沼野さんお疲れ様でしたお疲れ様でしたどうでしたかやっぱりすごい緊張しました面接の点数的には何点ぐらいですかご自身で10点満点中の7点だろう結構いけたって感じですねはい沼田さん的にセレブリックスに受かった理由ってどこだったと思いますか素直さと笑顔を常に心がけてたのでその第一印象を作るその2つじゃないかなというふうに思ってます嘘つかず素直にやってたっていうところがマッチしたっていうことですねはい素直に伝えたっていう中でどういう人間性が一番伝わってよかったのかまずマッチしたところっていうのは他の人のことをよく考えながら自分本位にならないように行動できるっていう点だと思いますこういう後輩にセレブリックスをお勧めしたいとかってありますか人の笑顔を見ることが好きな人ですとか人のために自分のスキルを磨きたい人にはぜひ受けてほしいですそれは何でですかセレブリックスが求めている人材っていうのはそういう方だと思いますし営業職っていう職柄上人のために働ける人っていうのは大事だと思っておりますありがとうございます、はい、ということで入社しても頑張ってくださいありがとうございますありがとうございましたはいということでセレブリックスさんのインターンは前回の動画でも紹介したように実際の営業ロープであったりとか社員さんに会える機会があるので興味のある方下の概要欄から応募してみてくださいご視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いしますまた動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています気軽にご応募くださいありがとうございました